皆さんこんにちは。日本科学未来館科学コミュニケーターの竹越です。今日はですね、この小惑星探査機はやぶさ2に関するカプセル帰還イベント in 未来館の紹介をしたいと思います。この動画でははやぶさ2の実物大模型からミッション成功の秘密を探れということで展示のご紹介をしていきます。一緒に展示を巡ってくれる科学コミュニケーターのお二人です。松島です。はい、鎌田です。お願いします。今日はこの3人で展示の見どころに迫っていきたいと思います。皆さんも一緒に展示を見ている気分で楽しんでもらえればなと思います。はい、じゃあ早速行ってみましょうか。行ってみましょう。行きましょう。はい、ではこちら、ね、目の前にははやぶさ2の模型がありますね。ちょっと近くに寄って見ていきませんか。はい、行ってみましょう。はい、はい、では今このはやぶさ2の模型の前まで来ました。結構大きいですよね。はい、これ実際にはどのぐらいの大きさなんですかね。はい、これですね、はやぶさ2が手を広げた大きさがこれ6メートルになりまして、これ実物大模型なので実際に6メートルの大きさがあります。結構ね、間近で見るとすごく迫力が、ね、あるんですけど、こちらの展示では実は模型以外にも見どころがあるんですよね。はい、でこちらですが JAXA から提供いただいているパネルがございまして、こちらにははやぶさ2のミッションの成果っていうのが、詳細に書かれております。で他にもですね、このはやぶさ2の実物大模型以外にもそのミッションで活躍した装置っていうのが個別に展示されているところもございます。またリュウグウの実際のこれは2250分の1のサイズなんですが模型がございます。でまた後ろには動画が3つ流れているんですけども、こちらに関してはまた後でご紹介したいと思います。そして、横を見ていただくと来場されている皆様に問いを投げかけていまして、で皆さんの気になる装置とか、ね、もっと見たい装置っていうのを意見をもらっています。でもしご来場されることがあればぜひご記入いただければと思います。はい、ということですごく盛りだくさんな展示という感じがするんですけど、ここでですね、はやぶさ2は、まあ、地球から旅立ってリュウグウという小惑星を目指したんですね。その時の地球旅立つ時の様子をご覧ください。浮動用電池起動。サマーバッテリーズアクティベーション。6、5、4。全システム準備完了。All systems are ready. メインエンジンスタート。メインエンジンイグニッション。SLBA 点火、リフトオフ。SLBA イグニッションのリフトオはい、ということで私たちもリュウグウにたどり着きましたかね。はい、実際に、まあ、リュウグウにもし降り立ったとしたらこんな感じの景色が、ね、見えるということなんですよね。一体どんな、ね、様子だったんでしょうかね、リュウグウの表面っていうのは。はい、で今竹越さんが言ってくれたようにこちらに映し出されているのがリュウグウの表面になるんですが、これただいまですね、リュウグウ表面にタッチダウンで砂を取るということですねを行っている映像になるんですけれども、はい、こちらで、ね、ちょっとリュウグウの表面の様子見えるかなと思うんですが、結構表面ザラザラゴツゴツしている様子わかるでしょうか。でこの想定外にゴツゴツした表面だったというところが研究者の頭を悩ませたところだったんですね。このゴツゴツが、まあ、はやぶさ2にとってもねあまり良くなかったということで、当時の運用の様子をご覧ください。何なのこれ、カナダ橋で擦りたい。ここはタッチダウン地点ではない。タッチダウンという言葉がね動画の中で出てきたんですけど、これはどういうものなんでしょうかね。はい、ちょっとそもそものはやぶさ2のメインミッションについてお話をしたいと思うんですけど、はやぶさ2のメインミッションはサンプルリターンです。サンプルリターンというのは、小惑星に行ってサンプルを取ってで地球に戻ってくるというサンプルをリターンするということなんですけれども、
これ結構実はユニークな試みでして、普通太陽系探査というのは行ってそこで調査をして終わり、片道の探査なんですね。でもサンプルリターンのようにサンプルを取って地球に持って帰ってくれば地上の分析装置で分析ができますので、もしこの先分析技術日進月歩なので、分析装置新しい技術ができればまたそのサンプルを分析できるというそんなメリットがあります。そこでちょっと話をタッチダウンの方に戻すんですけれども、サンプルリターンの中で一番大事なのはですね、その星の砂を取るところですね、はい、そこの実際にその小惑星の表面に触れて星の砂を取るところをタッチダウンというふうに言います。なるほど、タッチダウンについてはすごくよく分かりました。でじゃあその星の砂を、取る理由っていうのがあると思うんですけど、何のためにその星の砂を取りたいんでしょうかね。はい、小惑星 の、 その砂を取るということはですね、一言で言うと太陽系の歴史を探るためなんですね。はい、地球ってなんかふとですね、その水とか生命とかあってすごいなと私は思ったりするんですけれども、じゃあその水とか生命というのがどこから来たのかっていうのは実はまだ誰も解明できていません。でそうなった時にその小惑星の内部には太陽系ができた頃の情報が詰まっているのではないかというふうに考えられていて、それで小惑星を調べているということになります。はい、ありがとうございます。では、そのタッチダウンを、するというのが、今回のミッションのメインの、大きな目的になっていると思うんですけど、その時に活躍する装置がここにあるんですよね。はい、こちらがそのタッチダウンの時に活躍するサンプラーホーンです。実はですね、今回このはやぶさ2のミッション機器の見どころをですね、プロジェクトマネージャーの津田さんに聞いていますので、ぜひ皆さんそちらの動画をご覧ください。皆さんこんにちは、JAXA はやぶさ2プロジェクトプロジェクトマネージャーの津田雄一です。この動画では、私が、この実寸大の模型の見どころを、いくつかご紹介したいと思います。サンプラーホーンは筒の根元ですね、実は弾丸を発射するピストルの先端みたいな筒が3つついています。でその筒から弾丸が発射されて、でそれが筒の中を通って、小惑星の表面に当たって小惑星の表面を砕きます。で砕いたものは筒の中を駆け上がって、それでサンプラーホーンの根元にあるサンプルコンテナという場所に入るんですね。こういう方法を取ると小惑星の表面がどんな状態でも、硬かろうが柔らかろうが砂であろうが岩盤であろうが何らかの破片が取れるであろうということで、こういう作戦を選びました。小惑星の表面、これ誰も行ったことがないのでどんな場所だかは全く想像できません。でもできるだけちょっとでもいいから星のかけらを取ろうとすると、どんな装置がいいだろうかと言って考え出したのがこの方法なんです。はい、未知の天体の砂を取る工夫がこのサンプラーホーンの中に詰め込まれているわけでした。はい、これははやぶさ2の仕組みなんですけど、実ははやぶさ2の前に初代はやぶさというのがあって、その時の技術も生かされているということなんですよね。こうやって技術は積み上げられているんですね。はい、ところで先ほどリュウグウは結構ゴツゴツしているっていうお話だったんですけど、もしそのタッチダウンをするときに適当な場所に着陸してしまったら、大きな岩とかがあったらこういう機械にぶつかってしまって全体が倒れちゃったりしないのかなってちょっと心配になったんですけど、その辺は大丈夫なんですよね。いや、大丈夫じゃなかったんです。本当にその通りで苦労したんですけど、そんなときに活躍したのがこのターゲットマーカーです。全部で5つあります。これですかね、5つ、はい、はい、ありました。それです。このターゲットマーカーの役割も津田さんがお話ししていただいてますので、そちらの動画をご覧ください。リュウグウっていう場所は私たちが想像してたよりもはるかに凸凹で険しい地形だったんですけれども、平坦な場所が6メートルしかないということが分かりました。6メートルというと探査機がやっとすっぽり入るぐらいの大きさです。で、そういう非常に狭い場所に
探査機を着陸させるためには分かりやすい目印が必要で、その役割を果たしたのがまさにこのターゲットマーカーなんですね。で、このターゲットマーカー、工事現場の人が着ているベストとか、あと自転車とか車の後ろについている光を当てるとその方向に光が返る反射材というのが貼り付けてあります。で、はやぶさ2の方にはフラッシュランプが底面にやっぱりついています。で、そのフラッシュランプがピカッピカッと光って、その光をターゲットマーカーが反射する、その反射した光を探査機のカメラが撮影して、すごく明るい点はそのターゲットマーカーしかないはずなので、それを追いかけて着陸するという作戦でした。これが見事に当たって、はやぶさ2は最終的には3億キロメートル彼方の天体に着陸精度たった1メートルというものすごい精度で着陸することができました。ぜひ光をそのターゲットマーカーに当ててみてください。例えばスマホのフラッシュライトとかを当てて撮影してみてください。そうすると本当にピカッと真っ白く映るはずです。まさにその原理を利用してはやぶさ2はリュウグウに着陸したんです。はい、動画の中で説明のあったスマートフォンを使ったターゲットマーカーの撮影を鎌田さんにやってもらおうと思います。はい、それでは鎌田さん、フラッシュモードをオンにして撮影をしてみてください。はい、はい、じゃあ撮ります。うまく撮れましたか？はい、撮れました。はやぶさ2本体にはフラッシュランプはどこにあるんでしょうか？はい、こちらですね。はい、はい、このフラッシュランプがターゲットマーカーを照らしながらはやぶさ2はタッチダウンをしたわけです。そしてタッチダウンの時に撮った星の砂はこのサンプラーホーンの中を通ってこちらのカプセルに格納されます。このカプセルは個別展示がありますので後ほど詳しくお話ししていきたいと思います。ということで、ここまではやぶさ2のミッションの一つタッチダウンについてお話をしてきました。なんですけれども、実はこのはやぶさ2のミッションタッチダウンをすることだけではないんですよね。はい、そうなんです。はやぶさ2は、いくつもの世界初を成し遂げたんですけれども、そのミッションで語る上で欠かせないのがこちらの衝突装置を用いたミッションになります。で、こちらに関しても津田さんの動画がありますので、こちらをぜひご覧ください。で、この衝突装置っていうのは世界で初めて、小惑星に穴を開ける、で、その前後の地形の変化ですねを詳しく調べるという装置です。で、これ重さが15キログラムぐらいの装置なんですが、中には目いっぱい火薬が詰め込まれています。これ飛んでいくのは銅の、弾丸で重さは2キログラムですね。だから、この装置で結局重さ2キログラムの弾丸が秒速2キロメートルという非常に高速で当たる、その威力で人工クレーターを作ろう、そういう装置なんです。はい、では私たちは今場所を移動しまして個別展示ゾーンまでやってきました。で、こちらが衝突装置、これ中身になりますね。はい、動画に説明があった銅板とあとこの中に火薬が詰め込まれているっていうことなんですよね。はい、そうです。でもちょっと思ったんですけど、これすごい爆発してはやぶさ2もその爆発に巻き込まれちゃったら結構危なくないですかね。はい、そうです。そう、この爆発に巻き込まれると危ないのではやぶさ2はこの時リュウグウの後ろ側に避難するんですね。でもこの爆発の瞬間を捉えるために今度はカメラがあるんですが、そちらにご案内したいと思います。はい、はいはい、で、こちらが衝突の瞬間を捉えたカメラ、分離カメラになります。これははやぶさ2の上のところについていて、衝突の時にはやぶさ2から分離されて、で、この衝突の様子を捉えることになります。で、実際に捉えた画像というのがこちらになります。はやぶさ2本体は衝突の様子を、直接捉えることができないので、このカメラがしっかり歴史的瞬間を撮影して地球に送り届けてくれたということですね。はい、そうなんです。で、今まで2つの個別の展示を、紹介してくれたんですけど、最後にですね、もう一つどうしても紹介しておきたい展示があるということなので、はい、
ぜひ行ってみましょうかね、はいはい、ではあちらですね、向かいましょうか。ではですね、最後に紹介したいのはこちらになります。こちら再突入カプセルなんですけれども、ね、これ見た方も多いかもしれませんが、今年2020年の12月6日に地球に戻ってきました。でその中の様子がこちらになるんですけれども、これ真ん中のところがサンプラーコンテナといって2箇所でタッチダウンを行っていますが、そのタッチダウンをした砂が入っている場所になります。でまた地球に戻ってくるときにパラシュートが開くんですが、そのパラシュートが入っていたりとか、あと地球に再突入するときって3000度というような高温になってしまうんです。でその熱から守るためのヒートシールドというものに覆われて保管されています。はい、ということで12月6日にこのカプセルが、まあ、地球に無事帰ってきたということなんですけど、まあ、今まさにね、このサンプラーコンテナの中に入っていたサンプルの分析が進んでいるということで、今後ね、どんなことが明らかになるのか、また注目して楽しみにしていきたいと思います。はい。ここまでタッチダウンと衝突実験という2つのはやぶさ2のミッションについてご説明してきました。実はまだまだ紹介したいミッションや、まあ、装置もね、たくさんあるんですけれども、まあ、ここで一旦最後に感想を聞いてみたいと思います。今日一緒にね、巡ってみてどうでしたか？はやぶさ2はリュウグウという強敵に直面しながらもここまで完璧にミッションをやり遂げてきたっていうのは本当にすごいなと今日改めて感じました。そしてこのはやぶさ2本体が企画とか設計されたっていうのは実は10年以上前のことで、まだ誰も見たことない天体に向けてどうすれば調査ができるのかというのをいろんな研究者や技術者っていうのが、工夫とか思いを込めながらこのミッション機器を作ったっていうのが、まあ、このミッションを成功させた秘訣なんじゃないかなと私は感じました。はい、鎌田さんはいかがですか？はい、今日ははやぶさ2の個別の装置を見ながらこのはやぶさ2が成し遂げた成果っていうのを見てきたわけなんですが、まあ、そういった個別の装置でそれらがはやぶさ2という一つの形になって、でそれが地球を飛び出してでリュウグウで実際に成果を上げてきたって思うとなんだか感慨深い気がしています。はい、今日はですね、まあ、装置に絞ってお話をしてきたんですけれども、まあ、ここで成し遂げられたミッションの成果っていうのは、まあ、今まで分からなかったことを明らかにしてくれるという点で、まあ、このサイエンスだったり、まあ、研究の部分を間違いなく新しいステージにね、一歩押し上げることが、ね、できる成果だったのかなと思います。まあ、もちろんこのはやぶさ2のミッションだけでは分からないこともまだまだたくさんあるんですけれども、まあ、今後もこういった研究についてみんなで考えていければいいのかなというふうに思います。はい、未来館でもですね、はやぶさ2に注目したイベントを引き続き行っていきます。詳しくは概要欄をご覧ください。トークセッションもありますので、ぜひそちらもチェックしてください。はい、では最後に津田さんから皆様に向けたメッセージの動画がありますので、そちらをもちまして終了とさせていただきます。はい、ここまでご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はやぶさ2は12月6日に地球帰還をいたします。で地球帰還をしたら直ちにカプセルを日本に輸送して、で中を開けることになります。そこで初めてリュウグウの星のかけらがどれくらい入っていたか、それからどんなものが入っていたかっていうのが分かるんですね。でそれを我々もとても楽しみにしています。きっと我々が今まで想像しなかったような大発見があるに違いないので、ワクワクしています。で一方ではやぶさ2探査機本体の方は実はまだ旅を続けるんですね。カプセルを地球に送り届けた後、探査機自身はもう一回地球重力圏を離脱して太陽系飛行にまた乗り移ります。でその後11年かけて別の小惑星 1998KY26 という小惑星に向かうんです。あと11年の旅、はやぶさ2の寿命どこまで続いてくれるか分かんないですけれども、皆さんの応援のおかげでここまで来られました。あとさらに11年引き続いて応援していただいて、みんなと太陽系航行、
宇宙飛行を続けていければと思います。これからも応援よろしくお願いいたします。